すごいよ。コロナ禍海外行けないでしょ。行けませんね。今日ご紹介するのは日本にある海外です。どういうこと。ドイツ村で阿波踊りしてきました。皆さん元気ですか？ありがとうございます。私ども宝船というグループでございます。今からですね、阿波踊りのパフォーマンスをさせていただきます。それでは、ね、早速行ってみたいと思います。皆様よろしくお願いします。皆様ドイツ村遊びに来ていただきありがとうございました。宝船でした。ありがとうございました。はい、懐かしい。超懐かしい。お前の髪型とメイクはなんだ。やめろやめろ。あのね、お母さんにそっくり。ところでまず自分でメイクができませんでした。毎回本番前になるとローテーションで、今日高志くんお願いしてもいいかな、今日渡るにいいかな、今日めぐみにいいかなって言って、めぐみにが今日私今時間ないんだからじゃあ渡るにっていう風に言いながらね、メイクしてもらってて、自分でまだメイクできなかった時。僕ですら白塗りしてないですよ。だからね、実はね、あの時2014年の2月ぐらいだったんですけど、この頃はねまだプロとして始まったばっかりだから、メイクの方向性とかまだ固まりきってなかった。そうそうそう、うん、ちなみにね、ドイツ村ってね、どんな場所かっていうのを説明したいんだけど、お願いします。ドイツ村という名前だけあって、ドイツをテーマにしたテーマパークなのね。よくね、ドイツとかの写真で出てくるような高原が広がっているようなお花畑みたいな、めちゃめちゃ広大な敷地があるのね。じゃあ結構平和なね、楽しいイベントだったのかなって思うじゃないですか。思いますよ。僕ら東京にいるので海を渡っていくんですよ。海ホタルっていうね、東京湾の海底にトンネルがあるよね。これで行ってで、ドイツ村に約2時間か3時間かけて行くわけなんですよ。そうなんですよ。この映像の時には大事件が、大事件起きましたから、大事件。これね、あんまりね、 YouTube で言うのためらうの。そんな過激なこと起きた。なんでかというと、アクアラインっていうのは海底トンネル通るでしょ。すごいのよ。で、この海ホタルっていう東京湾の真ん中にパーキングエリアがあって、そこからさらに木更津に行って、木更津からさらに3、40分行った所にドイツ村があると。高速道路ですよね。で、うん、唯一ある休憩っていうのが海ホタル。いつもそこで休憩しようねっていうのが日課だったんで、はい、高速に乗って約数時間かけて行くときに、運転をしてくれたのがめぐみちゃんだった。はい、はい、したらめぐみちゃんが運転しながら、あ、そろそろトイレ行きたいから次の海ホタルトイレ行きましょうね。そうそうそう。で、これから行きましょうってなった、はい、まだアクアラインに入ってない入り口の高速道路の上で大事故渋滞が起きたの。
滞動かない。渋滞って言うじゃん。渋滞じゃなかった、もう駐車、うん、もう停滞停滞止まってた、カーが止まってた、完全にギアパーキングに入れて腕組んで待ってるから何が起きたんだって。で本当にさ数時間かけてさ数メートルぐらい、数メートル全然進まない、めちゃくちゃトイレやばいってなった。トイレはやばい、これトイレ行きたいねとかって最初は笑ってらっしゃるでだんだんめぐみねが行きたすぎてイライラしてくるでしょ。そうそうそう、で挙句の果てにはトイレ行きたいということを言うとトイレ行きたくなるからやめてめちゃくちゃ怖かった。アクアラインっていうもの自体の中で事故が起きてしまった場合、横道もないし事故を撤収しないと逃げ場ない。だから大丈夫、目指しましょう。大丈夫、めぐみちゃんが行きたいって言ってるけど、実はね俺も高志も菓子も行きたかったよ。行きたかった、行きたかった、めちゃくちゃ行きたかった。それで言うわけよ、めぐちゃん大丈夫だよ、僕も行きたいからね。うるさいちょっとでもトイレの連想した瞬間にやばい、トイレの話触れないで、触れないで、ないであの時の心境どうだった。トイレを我慢しすぎるとまず下半身が死後硬直みたいになるってそれでついてまず一目散に鍵を入れる瞬間にシートベルト向こうの方がね、男性の方と女性の方が深々と覚えてる、覚えてる、ようこそドイツ村へって言ったら、すいませんトイレいいですかこの二人を押しのけてこうやってトイレ行き過ぎ